くって入れなくって、会場に入る前から結構すごい鳥肌が立ってきてて、こう実際にやっぱり来ないと、そして入らないと、入ってみないとやっぱ話だけ聞いてても全然違うなと思います。体ですごい感じるので、ちょうど昨日あの誕生会をやってて、すごい、まあ、彼も含めていろんな人に祝ってもらったので、すごい幸せな気持ちです。やっぱりこうブレない、全てにおいてブレない人なので、そこが素敵かなと思います。あります。でもすごい出会った時からのこう長かったので、どんな言葉だったかな、すごい長かったので、いろいろ、まあ、健康オタクではあるんですけど、ちょっと基本的に腸も野菜も多め でこう糖質をちょっと控えて、何々控えてなんて、こう味とかがあんまりこう美味しいものでできてんのかなって感じで、なんか特別何が得意とかなくて、健康的な